フランス国鉄 BB7200 系電気機関車。フランス国鉄 BB7200 系電気機関車。タイ国鉄米米7200型電気機関車は、フランス国鉄 SNCF が保有、運行する直流電気機関車である。香港では、ほぼ同一の仕様で製造された交流電気機関車である BB15000 型と、 高直流電気機関車である BB2200 型についても述べる。フランス国鉄では1970年代に入り、旅客列車のスピードアップや貨物列車の重量増加に対応する必要が出てきた。そこで1950年代に製造され、フランス国鉄の主力電気機関車として活躍していたタイプ BB9200 系、直流 BB16000 系、 交流 BB25200 系、高直流の後継機として、6軸の直流電気機関車であるをベースにした、より強力な電気機関車を製造することになった。フランス国鉄の電気機関車の特徴として、電源方式、直流、交流、高直流に関係なく、車体形状や電気機器を極力統一するような設計が行われている。本系列も同様で、 直流用は BB7200 系、交流用は BB15000 系、高直流用は BB22200 型と呼ばれる。なお、これらの系列で最初に製造されたのは BB15000 型で1971年からの製造である。残りの2系列は1976年から製造された。製造はいずれもアルストム、アルスサムマット社である。 正面の形状は、この時代のフランス国鉄の機関車に、特徴的な、ポール・エルゼンスによる、直訳すると、壊れた花、日本では、原骨の名で親しまれているスタイリングである、のスタイリングの機種の一覧は、不都合版のを参照。軸配置は、BB4 同軸で、一台車一電動機方式を採用する、日本では EF80 系電気機関車が、採用している。 最高速度は標準で時速 160km であるが高速旅客列車券引用として最高速度時速 200km に対応した車両もある。制御方式はサイリスタを使用した制御装置電気子直波制御を使用している。終電装置はシングルアーム式パンタグラフを交流専用機である b b 1 5 0 0 0型は1機。 BB7200 型と BB22200 型は2機装備する3種の機関車でパンタの数と向きが異なるためパンタグラフで識別が可能である。CC6500 型に装備されていた高速低速切り替え用の歯車非可変機構は本系列には装備されていない。交流電気機関車である BB15000 型は タイプの交流電気機関車である BB16000 系の後継機として、1971年から1978年に65両、BB15001BB15065 BB が製造された。BB15007 号機は、直流用の試作機である BB7003 号機に改造、工述されている。また、b b 五千五十五号機は、 1983年から1997年の間、同期電動機の試験車として BB104 型に改造されている。本機の試験結果が BB26000 型などに反映された。パンタグラフはシングルアーム型のものを1機だけ搭載しているという配置。1974年に BB15000 系、b b 1 5 0 0 7号機を 直流化改造して BB7003 号機が製作された。これをプロトタイプとして量産化された直流電気機関車が BB7200 系である。1976年から1985年に240両 BB7201BB7440 が製造された。タイプの直流電気機関車である BB9200 系の後継機でもある。 出力は4 0 4 0ット、5370馬力で、高速旅客列車県引用、3両は最高速度時速2 0 0トルに、貨物列車県引用、103両は最高速度時速1 0 0トルに、それぞれカスタマイズされている。また、スペインのタルゴ客車県引に対応した機関車が16両、存在する。10連総括制御に対応した車両も存在する。 なお、試作車である BB7003 号機は1982年に、非同期式電動機の試作車に改造され、交流電気機関車、BB103 号機に改造されている。1998年に、元の BB15007 号機に戻る。パンタグラフは、シングルアーム型のものを2機搭載している。2機とも関節部が内側に向くように搭載されている、という配置。 公直流電機機関車である BB2200 2型は、タイプの公直流電機機関車である BB25200 系の後継機として、1976年から1986年に205両、BB22201BB22405 が製造された。原骨系を採用した最後の系列でもある。形式番号である22200は、 直流用の7200と交流用の15000の輪である。パンタグラフはシングルアーム型のものを2機搭載している。BB7200 型とは向きが異なり、2機とも同じ方向を向いているという配置。BB22200 系の一部は最高速度時速 200km に対応するほか、A2 海峡トンネル用に暫定的に改造された車両も存在する。 すべて元通りに復旧。直流電気機関車である BB7200 型をベースとして、フランス以外の国にも以下の電気機関車が使用されている。また、交流機 BB15000 型をベースに以下の電気機関車が使用される。フランス国鉄は、所属、使用列車ごとの塗装となっているため、統計列も塗装バリエーションが多い。なお、 電気方式で塗装が異なるわけではないため、同じ塗装が3機種すべてに塗られているケースも多い。いずれの機関車も、幹線電化区間を中心に、特急列車の経営から、貨物列車の経営まで、幅広く活躍しているが、一部で事故による廃車が存在するほか、近年になって、老朽廃車も出ている模様である。直流、交流、 硬直流の3種類の電気機関車を同一仕様で製作する手法は本系列をもって最後となった。この後に製造された BB26000 型などはすべて硬直流量対応で製作されている。フランス国鉄では現在列車の運行を目的別に6つの部門に分けており車両がどの部門に属するかを10万番台で区別している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。